Hi guys, my name is Alex and this is Squeaky Chair Channel, and today one more video from my rubric Try to Not Laugh Challenge. I hope it will be fun. Subscribe to my channel. If you want to support me, you can visit my Patreon page. Ikaza, let's go! Wax on the Victor Wax on the Victor Ikazaです。Ikaza、今のはベストキット80年代の超名作カセット映画ちょっと噛みましたけど、江頭さん、今日はまた赤のつなぎですけれども、前に S のゴミ屋敷を掃除したじゃん。しましたね。そしたら、もっとヤバいやつがいるっていう情報が入ったんだよ、しかも、それが俺の大好きな爆乳いや、みたいですね。おい S、ちなみにお前、家、綺麗なままキープしてんのか？はい、綺麗にしてます。おお。で、お前んちよりもっとやばいゴミ屋敷に住んでるやつ、見つけたんだろ？はい、ブリーフ団の秘密の情報網を使って見つけ出しました。で、何カップ？なんと、H カップです。おー！ゴー！で、そいつは今家にいるの？はい、います。おお。スタッフが打ち合わせでお伺いするっていうのだけ伝えてあります。S。はい。完璧。よーし、頭のおかしいお前ら。今日は H カップの家に突撃してゴミ屋敷きれいにしちゃうぞー。Pretty long video, guys. Alright. Something like TV show format.打ち合わせっていうことで聞いてるかと思うんですけど、ちょっと来ちゃいました。来ちゃいましたじゃないんですよ。いや、来ちゃいましたなんだよ。だけどすごいボディしてるな。ちょっとすげえ美人じゃん。ちょっとだけ中に入れていただくことできないですか？いや、めちゃめちゃ汚いんですよ。いや、大丈夫。俺たち汚いの見慣れてるから。見慣れてる。ここだとちょっと近所迷惑になるんで、中でお話をお伺いしてもいいですか？じゃあもうしょうがないです。どんなに汚くても大丈夫ですか？あ、全然引かない。でも女だから女の部屋汚いって引きません？大丈夫かな？俺たちもう全然引かないよ。本当ですか？じゃあもう分かりました。うわ、可愛かったね。あの子がゴミ屋敷絶対信じられない。まだちょっと結びつかないですね。ちょっと行きますか？ちょっとちょっと見てください。いきなり。おい。いや、大丈夫です。A big mess inside. ここ綺麗ですまだ。ここ綺麗って言ってる。すごいね。しかもなんかいつもよりまだちょっと綺麗です今日。じゃあ失礼します。うわ、すげえ。うわ、ちょっと。あれ、ちょっと待ってください。ちょっと待って。うわ、戦場に来た。ちょっとあれがいや、まだ綺麗な方なんですけどね。水回りきたねー。キッチンきたねー。臭いっすね。臭い？マジですか？わっ、ちょっと足がもうなんかザラザラしてるんですけど。本当。ちょっと待って、うわうわきたねー。うわうわちょっと待って。うわすげえ。いや何これ。うわいやちょっと待ってうわ匂いもすごいきたきたなんですかね感情が追っつかないですねなんか今いろいろこんな綺麗な方がこんな家っていう今ちょっとなんかバランスがそうだよね服とかも綺麗だし、はいスタイルも抜群だし、顔も抜群じゃん。なのに、これっていう。だから、もし、彼女とお付き合いした男性が、今日うち来るって言われて、家行ったらここってことですよ。ちなみに、そういう彼氏いる？いないです。あ、今までいないのか。名前は何？あ、立川みくのです。立川さん。立川です。はい、みくの。はい。仕事は何やってるの ？OL と今声優やってます。あ、声優やってるんだ。最近事務所に入ったばっかりで、最近いただいた仕事はなんか韓国ドラマの吹き替えとか、あ、本当はアニメに行きたいんですけど。ちなみになんかドラマ名って言うんですか？ドラマですか？もう公開になったら言えると思うんですけど。うん。まあちょっとちっちゃくて今、ちょっと今台本撮るときにちらっと見えたんですけど。うん。ちょっと待ってうわお宝発見うわすげえいいのかなうわ何これやばいですよえめちゃくちゃでかい普通にいいんですかあもうなんかそこら辺にこうポロッとしてるのもいいかなってドロップイットdirty他にも結構いるんですけどそこにいるんですよ何がいるのえうわ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 ヘビだうわすげえヘビ2匹ヘビちょっと待ってしかも1匹じゃないですよえヘビがお好きなんですかヘビ好きです普段出したりとかしてるんですかこれしてますしてますなんか餌が結構多分皆さん結構嫌がるからだからなんかもう彼氏とかできないのかなみたいな餌冷凍庫に冷凍ネズミが入ってるんですよ普通のご飯と一緒にじゃあネズミあげてるんですかはいヘビとのここに大体巻く姿がヘビ展覧会とか爬虫類展覧会とか行くとあるじゃんそういう写真とかないのありますあ見せて見せてこれハンコックのコスプレしてますわわわえなんだこれこれ TikTok でしょ。インスタにTikTok のやつを載せててリールのやつですね。あれですかなんかグラビアみたいなことやられてました。あなんか昔やってましたねグラビアは。本当。なるほどそういうことか。ヘビ見てますねこんにちはって。うわちきてる。ちょっと情報がいろいろ渋滞してきましたけど。プロバとかも見ときます？ちょっと見てみようか。プロバ見てみる。はい。結構この世の終わりみたいな感じだった。これでもこの世の終わりなんだけどこれ開けるようわうわ何これ歩道が多すぎるイエーイあれ脱衣場がここがほら開いてそこに入れたものがザーって流れ式にちょっと金がしてるんだよフルボードうわーこれだね汚いですかいやまあ S の家よりもうちょっと白が多いからだけどこっち見てきたねうわあちゃトイレはあんな汚くない大丈夫トイレ見ちゃうか一応見てきますじゃあ行きますよはいトイレ開けますはいうわきれいなんだこれええなんかトイレだけはトイレはちょっとまあほこりは溜まってますけど S より全然楽だねそうですね前回ちょっとここが修羅場だったんでそうなんだよね東田さんあ現在午後の2時です。こっからどれくらいかかるかどうしましょう、作戦は。まずはこのリビングからよ。はいはい、行きましょう。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。じゃあ S、 俺もこれ投げるから。うわうわ、これなんだよこれ、やめて。しかも動物飼ってるから、猫の毛だらけ。毛がすごい。なんかこれ巣ですか？巣、ミツカン巣。うわ、これ使わないですよね、もう。使わない。なんか賞味期限切れちゃったんですよね。じゃあ捨てましょう。うわ、これもいらねえだろう。もう冷蔵庫に入ってないんだもん。これどうやって捨てたらいいの？マヨネーズ。あ、それは使えるやつです。嘘つきー！嘘つきー！昨日も使いました。本当に？マヨネーズですね。じゃあさ、冷蔵庫せめて入れとこうよ。これ水。うわー！何の実験してたの？お前。水です。なんか痩せる、なんか粉みたいの入れたらそんなの。ああ、なるほど。うわー。ちょっと東さん、体感ですけど。これ S んちよりやばくないですか？いや、ここ広いもん。そうですね、やっぱり広いからちょっと片付けにくいなと思ってる。あっちがまた難点だよね。やっぱ汚いんだ、うち。いや、汚いよそれが。そうかみたいな感じで。立川、こういうのが出てきたんだけど、ニットの捨ててるんじゃなくて着てるの。着てます。これ全部着てるやつです。うわ、すごいな。アニメが好きなんですね、やっぱ。アニメ大好きですね。フィギュア系いっぱいあるじゃないですか。こういうのいらないものってあったりするんですか？だからお前片付けられないんだよ。フィギュアは本当に命ぐらい大事なんでないですよ。なるほど。うわ、ちょっと待って。うわ、L。いやー、水着です。水着。少なすぎじゃないですか。どっちが上？こっちが上です。うわうわうわ、こうか。結構前にグラビアアイドル1年やってた時に着てました。じゃあ、はいはいはい、吉田さん、ここが綺麗になったら、これを。あ、これですか？来て、はい。ちょっとポーズ作ったりなんかして。あ、いいですよ、全然。おお。俺たち掃除頑張るからな。ありがとうございます。やる気が出てきた。このテーブルの上やっつけちゃおうか。やっつけましょうか。で、これもう全部持っていこうか。あ、これ使いましょうか。M、どんな感じ？周りのペットボトルとビーバーだいぶ片付けました。あ、本当。はい。お、M がキッチンやってた。キッチンも黙々と終わんないぞと思って。先長いっすね。腰痛いっすね。ごめんなさい。キッチンで包丁見つけたんですけど、化石みたいな。袋に入れといてて、危険物で出そうと思って。なるほど。これなんだろう。おい、立川。あ、それもうそこで大丈夫です。なんか好きもあって、なんかまあ競馬輸送の YouTube やってるんですけど、自分の YouTube のチャンネル独立するときに自分のチャンネルをそのなんか事務所から買わなきゃいけなくて、それで200万かかったんですよ。で、まあ、それを借金して200万払ったんですけど、その後に私コロナになっちゃって半年寝たきりだったんですよ。そう、半年。後遺症がひどくて半年寝たきりで、もう今ワクチンも打って結構抗体マックスって感じなんですけど、そういうので借金地獄です。あ、それはコスプレ道具です。いる？いります、もちろん。あ、手下さん、まだこの机が、これは綺麗にしたとは言えないですもんね。まだまだ。そうだね。これちょっとまだまだですもんね。これを入れる花さえあれば、ちょっと片付くんじゃないかなと思う。そうです。かね、こういうのここに1個もう玉作ってなんかもうその中に入れるとか。そうだね。で隣の部屋も隣の部屋にもいいから、服入れるのと、あとキャラクターグッズ入れる箱、この2つを買ってきてくんない？わかりました。 S じゃないとこれ終わらないな。終わらないですよね。終わらない。そんなにうち汚かったのか。おいふざけんなよ。これもう途方に今暮れ始めてますよね。学友だってなかったらやってないですよ。本当だよ。お前それ偽父だったら俺怒るぜ。大丈夫です、ちゃんと本物です。本当。はい。わあ、ブラジャー、ブラジャーの宝石箱や。おお。キッチン片付けました。本当？はい。おお、やったな。すごい。水回り汚かったもんね。だいぶ溜まってたんですけど。ちょっと立川さん。はい。すごい。あんなに最悪だったのに。すいません。これちょっと料理やりたくなるんじゃないですか。やんないのか。いや、M やったな。ありがとうございます。そっち参戦します。ちょっとまだまだあれですけど、とりあえず今ここのピアノがなくなったので、うん、ここに棚を置けばそうだね、ちょっと見えるかもしれないっていう。どうですか立川さん。 S さんの家よりもマシだと思ってたんですけど皆さんの疲れ具合がなんか動画見てるのと全然違ったんであ、うちって汚いんだって自覚しました。あ、来た来た来たか。おっ、来た来た。お、じゃあ詰めていきますか。じゃあ詰めていきます。だいぶ綺麗になってきましたよ。これいけるんじゃない？すごい、これ男連れ込めますね。お前来た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 。お金がすごい。おい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 。東野さん、これ今ようやくこっちの部屋がほぼ片付いたんじゃないですか。やったー。本当にすいません。こんなにうちが汚いとは思ってませんでした。ということで、ちょっと、はい、ここに貴重に入れてた。すごい優しい扱いをしてくださる。これに着替えてもらってもいいかな。あ、大丈夫です。おお。トイレチェックお願いしてもいいですか。お、トイレチェック。あ、じゃあ着替えてもらってる間に。これチェックしますか。あ、そうだね。あ、わかりました。東野さんにチェックをしてもらおうと思って。おお。綺麗。いったね。めちゃくちゃ綺麗だよこれ。これでキッチンとトイレ終わって、うん、あとリビングが終わったので、あとは。お風呂とほど奥の寝室ですよね。意外と難敵だよこれ。着替え終わりました。おお。じゃあお願いします。はい。うおー。すごいね。あのゴミ屋敷に住んでるとは思えないよ。いやー、片付けてよかった。さあ、ヒョウ柄だからね。ヒョウのポーズ久々に聞きましたね。こんなに綺麗にしていただいたんで。こうですかね。目標ってわかんないな。どうなんだろう。こうですか。こう。こうですか。あ、いいよ。で、ちょっとこうしようか。うわー。どうですか。だいぶ合ってますね。うわ、食べられちゃう。すごい。すごい。すごいよ。3時間15分経ちました。長い。やっぱり。S の家と違って、はい、捨てちゃいけないものが結構多いんだよね。どうします？いや、やるよ。やらして。俺と L でお風呂をやって、はい、M と S で、はい、あっちの部屋を任せよう。わかりました。じゃあやろうか。やります？そうですか。じゃあやりましょう。おお。何あれそうか忘れてた心折れるよ俺まあこれがあったかうわまた来たがっくり来た俺嘘でしょなんかすげえ生物がいるうわーこれ何これ S の家でもちょっと見たけど実はですねS の家を掃除する回を見た、うん、頭のおかしい会社から、うん、今度掃除企画があったら、うん、うちの商品ぜひ使ってほしいという話がありまして、水球バクテンプロっていうのを売ってきてくれたんですよ。天然成分のアミノ酸やビタミン B、植物性界面活性剤ができた洗浄バイオ活性剤。排水管の中のいいバクテリアを超活性化することで、匂いの原因である悪いバクテリアを食べ、悪臭とか詰まりを解消してくれるそうです。いいバクテリアを育てるってこと。そうなんですよ。でこれ1本でどこでも掃除ができてしかも天然成分できてるんで手荒れが気になるという人にもおすすめなんです。じゃあそれでそれを使ってここ掃除しようよ。はいやってますか。じゃあちょっと間に合わないぞ。そうですね急ぎましょう。S の家の便所掃除の時を思い出すよすいませんでも落ちるね。あよく取れるぜこれ。落ちますか。うん落ちてる落ちてる。いやめちゃくちゃ真っ赤だったのに排水口のとこあ本当ですか。全部取れた。おおそうだったんですか。うんこれ立川あいつ今日風呂入るぞこれ流すじゃないですか。おおそしたら排水口にもこれが流れてそこもなんかバクテリアが増えて、一石二鳥らしいですね。腰きてますね。きてますねこれ。腰を。巨乳だから。オッケーしたんだけど許せないことになるね。やっぱエルさん、爆乳に夢を見るのは今日でやめた方がいいんじゃないですかこれを機にそうだねちょっと考えるよ。はいほんと深く考える俺間違ってたかもしれないおい、立川。はい。おお、すでに。すごいだろう。ここも取れたんですか。もちろんだよ。洗面台も。めっちゃ綺麗。あとここにも収納作ったんで、これ箱に入れましたね。ありがとうございます。はっきり言っていい？はい。確か。はい。俺たち今まで映画チャンネルやって、はい、一番きつかった。M どうだ？来てください。お、できた？はい。おお。マジか。だいぶ。すげえ。立川も頑張りました。いやもうそれはどうでもいいんだよ。当たり前なんだよお前。うわーすごい。正直僕、今回は無理かなってマジで思いましたのかれこれ、いや5時間うわーだってこの人数で5時間ってやばいですね。そんなやばかったんですね。俺富士山の生配信よりきつかった。じゃあ、エッチカップいただきます。おい、ちょっと待て、そのくらいさせろよ。エッチカップはやらせろよ。Okay, guys, quick review. Ikaza and his minions did a pretty good job. I can't imagine like how possible living in apartments like that. So they cleaned like everything pretty good. And how long it will be like this? A couple days, maybe 1 week after. I think it will be the same like before. This is my opinion, guys. So oh my gosh, I'm shocked. Really shocked. I think she lost a lot of subscribers from her channel after this video. I like the show. Can you guys recommend me something like that? And I hope you enjoyed it with me. Subscribe to my channel and see you in the next video, guys. Bye.